ハッピーマンデーズはイギリスのロックバンド。バンド名はニューオーダーのヒット曲ブルーマンデーに由来する。ショーンライダーのしわがれたボーカルとレイブカルチャーをバンドで体現するノブとイグジューブが合わさった独特で能天気なダンスサウンドが特徴。1984年に結成。1985年に発音源となる EP45 を発表し、 1987年、ジョン・ケールのプロデュースによる、ファーストアルバム、スクイレル &G、マン24アワーパーティーピープルプラスチックフェイス、カーンとスマイル発表。ザスト・オン・ローゼズや、ニュー・オーダーといったバンドと共に、マッド・チェスター・ムーブメントの中心バンドとして活躍し、1990年のアルバム、ピルズ・エヌ、スリルズベリー・エイクスは、前衛4位のヒット作となった。 ブームの収束とともに1993年に解散するが、離婚裁判の出費や納税を怠ったことによる追徴課税で金銭的に切迫したショーンは、同じく経済的困難に陥っていた元メンバーを誘い、借金の返済を主目的に1999年にバンドを再結成させた。 再結成は思いのほか好評であったため、そのことに気を良くしたのかその後も散発的に音源を発表しながら、現在も活動を続けている。2006年のフジロックフェスティバルでは、最終日の鳥を務めたストロークスの後に、クロージングアクトとして、サプライズ出演を果たした。レディオヘッドのトム・ヨークやパルプのジャービス・コッカー、ブラーのデーモン・アルバーンといった、後進の大物ミュージシャンや、 トワングといった若手バンドまで、マンデーズへのリスペクトを公言するミュージシャンは多い。中でもデーモン・アルバーンは、自身のサイドプロジェクトであるゴリラズに、ショーンをゲストとして招いている。ベズバンドの顔的存在として欠かせないベズは、担当楽器がなく、音楽的貢献のないフロントメンバーとして知られる。ライブの間は終始ステージ上を行ったり来たり、踊ったりして、観客を盛り上げるが、 その踊りもダンサーと呼べるようなものではなく、その場のノリに乗じた適当なものである。時折マラカスを手にすることもあるが、マイクで音を拾っていないためライブでは音が書き消されている。しかし、バンドファン双方から愛されている。ありがとうございます。